ごいですよ、これ波がこれ、うわ、これは波に飲まれたら大変だ、これ、大自然のね、この凄さを感じておりますよ、私、うわ、あの辺りとか、これ、映像ではちょっと伝わりにくいと思うんですけどもね、すごいですよ、波が本当に、ぜひね、高知県お越しの際はね、生で見ていただきたいですね、この海沿い、56号線ですね、浮淵駅って書いてましたね、その近辺でしたね、今のは。この辺りは路面が全然濡れてないですね、ひょっとしたら、この辺り、降ってなかったんでしょうかね、そんな雰囲気ですよね、これ、どう見ても、つい先ほどまでね、雨降ってたんですけども、こんなすぐ乾かないですよね、なんということでしょうか、まあ良かったですね、キャンプ場の方は雨が降ってなかったんであればね、床、地面がね、べちゃべちゃに濡れてないっていうのは、それはそれでありがたいですね。プラス思考でいきましょうかね。ポジティブ、ポジティブレッツポジティブ。さあ、こちらね、左手にありますが、これ、四万十川ですね。四万十川に来ましたよ。あ、あの赤い橋を渡るんですね。ちょっと四万十川、イメージしてたら違いますね。この辺りだけでしょうか、この川幅。僕のイメージしてた四万十川はもっと川幅が広くてね、大きな川だったんですけども、どうなんでしょうかね、おそらくもうちょっと先の方に行くとね、違う雰囲気になると思うんですけどもね、このイメージじゃないんですよね、僕のイメージは。これ、四万十川ですか、本当に。四万十川なんですよね、これが。いや、四万十川はね、こんなもんじゃないはずですよ、きっと。きっと四万十川は裏切らないはずです。そう信じましょう。さあ、今私ね、四万十川の上をね走っておりますよ。四万十川を渡っておりますよ。四万十川来てみたかったんですけどもね。さあ、キャンプ場まであと6分、もうちょっとですね。四万十川沿いのキャンプ場、四万十川キャンプ場ということなんですけども、あ、橋が赤いですね、四万十川。あ、すごい、向こうの方もね、山々が綺麗ですね。さすが四国、高知県。四万十川から見るこの山はね、素晴らしいじゃないですか。さあ、四万十川キャンプ場ね、もうこの土手の向こうがちょうどね、右側になると思うんですけどもね、マップ上では。道路もね、まあ、大きな川沿いのね、キャンプ場ということで、大きい車で来てもアクセスは問題なさそうですね。こちらをね、右に入っていくようですね。さあ、ここはちょっと急な坂でしょうか。この坂だけね、これを右ということですか。これ降りていいんですかね。どこでしょうか。ここですよね。あれれ、どういうことでしょうか。これキャンプ場っぽくないですよね。これどう見ても何か私間違ってます。ひょっとして、ちょっと一旦止まりましょうか。やはりね、 Google マップによるとね、何やらテーブルと椅子なんかもあって、トイレもあるらしいんですけどもね、ちゃんとキャンプ場としてね、テント張ってるみたいなんですけどもね、ちょっと Google マップ信じてこっち行ってみますか。どこにあるんでしょうかね。すごい広大っていう書いてるんですけどもね、あそこ道になってるから、このままこっちの奥に行くんでしょうかね。キャンプ場っていう表記はどこにも書いてないですね。これを右に行くんでしょうか。どっちでしょうかね。あ、でも Google マップではこっちってなってたしな。こっち行ってみますか。この辺り路面はね、砂地ですけど硬い感じで、ね、あ、この辺りでしょうかね。テーブルと椅子っていうのはどこにあるんでしょうかね。写真に載ってたやつ。まあ、濡れたくないですけれども、ここ行くしかないですか。端っこから行きますか。ほいっと。ちょっと雨上がりなんでね、やはり水たまりがありますね。そうですね。あ、キャンプって書いてますね。キャンプ場への車の乗り入れを禁止しますというふうに書かれておりますね。キャンプ場ってそもそもどこからどこまでがキャンプ場なのかっていうのが、なんかね、Google マップでもね、口コミではその分かりにくいっていうふうに書いてるんですけども、どこなんでしょうかね。もうこの辺りの芝の上にテント張ってもいいっていうことなんでしょうかね。何やら奥の方にも入っていけそうですけども、あのマップに載ってたテーブルと椅子はどこでしょうか。これ緑の芝生ですけども、何やらね、こう起伏がありましてね、平坦ではない感じですね。まるでゴルフ場の、あれがトイレなんでしょうか。ありますね、テーブルと椅子。おそらくね、この緑地の中に入り込んではいけませんということですね。これテーブルと椅子ありますね。そしてあれがトイレでしょうかね。これが写真で見たやつですね、やはり。ということはどうしましょう。ここにテントありますか。このテーブルと特等席取りますか。芝生の中に入れてはいけないということなんで、しかしテント張ってらっしゃる方がいませんね、誰も。とりあえず一旦テント張りますか。水道あるじゃないですか。路面は硬いからね、大丈夫そうですね。さあ、現在時刻15時59分です。今私ね、四万十川河川敷キャンプ場、こちらやってきました。高知県は四万十市ですね。しかしね、広々とした感じですけれども、誰もいませんね。今日は金曜日。そうですね、先ほどまでね、やはり雨が降ってたっていうのもね、影響は大きいんじゃないでしょうかね。あの辺にもテーブルと椅子ありますね、同じようなのがね。中にね、入っていけないんで、おそらくここが特等席でしょうね。誰もいてないで、この特等席、テントありますか。さあ、私ね、この四万十川沿いのキャンプ場、四万十川キャンプ場ね、本日独り占めでございます。半ソロになるんでしょうかね。素晴らしいですね。雨が降ってね、ドロドロになっちゃいましたけれどもね、肝心のね、キャンプ場の電波状況、5G が出てるじゃないですか、電波。5G の電波が2本3本、3本2本、行ったり来たりですね。5G ですよ。すごいですね。四万十川。5G3 本、こっち見たら3本になってるじゃないですか、楽天モバイル。4G のね、こっちの、ほぼのね、SIM の方はね、4本立ってますね。これは素晴らしい。いいじゃないですか。ありがてえ。気持ちいい風が吹いてますね、今。これは、ご褒美ですね。ほいっと。ちょっと固めですね。入っていくんですけどもね、ペグも。柔らかいよりは、これぐらい硬い方が、風がちょっとね、きついんでね、むしろこれぐらいの方が安心ですかね。ペグがしっかり刺さってね。こちら、肝心のお水は出るんでしょうか。あれ、蛇口がひょっとしてないタイプ。蛇口ありますか。ひねるところが、ありますね。よかった。ないのかと思った。水。出ますね。ありがてえ。水が出るのありがてえ。サンキューです。これ最高じゃないですか。こんなところで乾燥ですよ。最高じゃないですか、これ。軽く拭き拭きしておきましょうかね。泥まみれになっちゃったんでね。泥は外、鬼は内、泥は外なんつってね。間違えた。鬼が内じゃダメですよね。鬼は外ですよね。服は内ですよね。服は内、泥は外と。フラもドロドロになっちゃいましたね。あっちにもあっちにも、そこにもありますね。結構ありますね。そして水道もう一つここにもあるんですね。これはおそらくトイレでしょう。トイレですね、やはり。和式トイレと書かれておりますね。近隣のトイレ案内、四万十川キャンプ場書かれてますね、ちゃんとね。水洗式キャンプ場より約 550m のところにあるみたいですね。しかしこちらね、広々としてね、四万十川沿いということで気持ちいい風も吹いてましてね、これ最高じゃないですか。これ今日私独り占めですよ。しかもここ熊の心配とかもなさそうなんでね、いや、これ安心して眠れますよ。民家なんかも見えてますしね、こちら側にもね、土手の向こうは民家とかがあると思うんでね。いやー、素晴らしい。これはご褒美をいただきましたね。スーパーに行ってね、お水も買わないといけないし、あとスーパーに行った彼氏もそのままね、お風呂行きましょうかね。さっぱりしましょうかね。さあ、現在時刻17時15分ですね。スーパー行ってお風呂行きますか。いやー、ご褒美ですよ、本当にこれは。まあ、スーパーも近いですけど、コンビニもね、ここにローソンありますね。スーパーはもうあと2分のとこですけれどもね。さあ、スーパーに到着しますよ。あ、ここですかね。ここ止めていいっていう、そういうふうにね、言ってくれたんで、ここ止めましょうかね。非常にね、車が多いですね。あ、商店街なんですね。そこの商店街の全部の車がここに止めるんでしょうかね。非常に大混雑してますよ。さあ、今日は何にしましょうかね。熊の心配もないんで、料理しても良さそうですね。羽根付き餃子、蓋いらずっていうことでね、油いらず、水いらずに、これしましょうかね。チーズ餃子とスタミナ肉餃子ってありますね。どれに、チーズ餃子ってちょっと食べてみたいですね。こっちにしよう。カレー餃子なんてあるんですか？いろいろあるんですね。チーズ餃子ちょっと食べてみましょうか。お風呂がね、スーパーからもうすぐ2分のところですね。もうここ曲がって着くんですけどもね、キャンプ場からも近いですね。これは四万十川キャンプ場いいですね。スーパーも近いし、お風呂も近いんでね、商店街もありましたからね、お酒なんかもね、その辺に飲めそうですよね。居酒屋とかもありましたけどね、大衆居酒屋みたいなね。ああ、何やら、昔懐かしい雰囲気のね、昭和チックなパチンコ屋さんがありますね。あ、正面、ファミリーマート、そしてガソリンスタンドもありますね。さあ、お風呂どこでしょうか？これはパチンコ屋さんですよね。あ、中村温泉って書いてますね。7、8、10、11、12ということで、ここですね。8番に止めましょうか。さあ、中村温泉、こちらですね。どこでしょうか。中村温泉、あ、そこですね。到着しました。ちびっこがバイクに興味津々のようですね。ああ、今日ね、休みのようですね。どうしよう。今ね、近くのホテルに出ましたけど、日帰り入浴はやってなくてね、こちらの四万十温泉平和の湯はね、営業ってなってますね。ああ、今日はお風呂入れないですね。仕方ないか。明日の朝一行くか。あ、今日はね、チャーハンと餃子、冷凍チャーハンとね、冷凍餃子ですね。おっと、こいつを忘れてた。そしてお酒をね、先にいただいちゃいましょうかね。お疲れ様です。いただきます。プー、まずはチャーハン炒めますか。お腹が空いてきましたよ。チャーハンは一旦こちらに。すごい美味しそうな匂いしますね。さあ、餃子が中火で約5分ということですね。5分一応測りましょうか。さあ、本日の晩ご飯はね、こちらチャーハンとね、チーズ餃子です。すごい、何やらね、白いね、白い感じになってきましたよ。この水が水気を飛ばして、こんがり焼き色がつく、羽にね焼き色がつくまで、茶色くなるまでって書いてるんですけどね、茶色くなるんでしょうかね、本当にこれ。もうそろそろ5分経っちゃいますけどもね。あ、もうチーズの匂いがしてきましたね。これチーズ餃子ということで、まさかチーズが漏れてるんじゃないですよね、中の。大丈夫でしょうか、これ。さあ、もう待ちきれないんでね、冷めないうちにチャーハン先にいただいちゃいましょうかね。いただきます。うん、5分って書いてるけども、5分以上、7分、8分ぐらい経ちますけどね、全然水気が飛ばないですけど、ちょっと1個食べてみましょうか、試しにね。チーズ餃子ということで、とろりね、チーズの、あ、美味しそうですね。食べてみましょうかね。熱そうですね。あ、もういけますね。いや、餃子美味しいですよ、これ。チーズ餃子。うん。これはうまい。中にチーズが入ってます。あ、羽がついてますよ、ほら。